最優先プロジェクトとなったSTEMの研究は全面的に支援されることになり、他の研究チームも後方支援に加わった。科学チームや植物学チームですらがいずれ接続されるだろう被験者の準備作業に当たっている。プロトタイプが稼働しているからにはしばらく実験が続くのだろう。STEMの実験を終えた被験者たちはかなり詳しくヒアリングされている。患者の症状から彼らそれぞれの体験を読み取ることができるが、共通点もある。全ての患者が同じ場所や出来事を体験している。彼らが体験する世界は新しい被験者がつながれるたびに拡大しているようだ。これが何を示唆しているのか。一度STEMにつながれたユーザーは自分の意識の破片がSTEMに残されコミュニティが形成されているのではと考えている。まるでそこに新たな別世界が作られているように。集中力が薄れているぞキッド。注意したはずだ。この場所どうやって？私は一体。君の存在が奴に悟られた。君の意識に入り込もうとしている。だが今はもっと大きな問題がある。あの刑事だ。ジョセフなら大丈夫です。何も疑っていません。彼は無用。片付けろ。これは命令だ。キッドマン、何をしているんですか？ジョセフを殺す？そんなことをしてもレスリーは見つからない。彼は信用できない。いずれ裏切る。全てを知った時裏切るだろう。言ったはずだキッド、君は弱い。我々を失望させるほどにな。二人とも無事か？ええ。セバスチャン、二人で持ち上げればキッドがくぐって向こう側に行けるかもしれません。頼んだぞ。奇妙ですね。捕らえただけで殺さないっていうのは。彼は脅威とみなさなかった。彼、お前が誰か知っている。彼は渡さない。おとなしく命令に従っておくべきだったな、キッドマン。姿を見せろ。殺せるもんならやってみろ。キッドマンめ！こっちよ。お前か、キッドマン。動くな。狙いにくいだろ。近くにいるんだろ。おいで。お前か、キッドマン。
隠れても無駄だ。どうしてジョセフ、関わるべきじゃなかったのよ。自らの罪を悔いることはあるか。この家、そんなはずが。母はいつもミサまでの時間をユリースに座ってぼんやり過ごしていた。子供に時間を割くこともなくて、なぜ私を産んだんだろうって思ってた。ミズ・キッドマン、あなたの家族について教えてもらえる？パス。次の質問を。いいえ、この話は随分後回しにしてきた。あなたを理解するためには重要なことなの。両親は私に何の関心も持たなかった。教会のことばかりで。あれはカルトね。まるで罰みたいだった。何をしようと逃れられない。虐待された？無視されただけよ。私がいなくなっても気にもしなかった。探しもせずに見限っただけ。あなたも戻ろうとは思わなかった？何年か後にね。でも消えてた。みんないなくなってたの。町ごと引っ越しでもしたみたいに。何か感じるかと思ったけど、そんなこともなかった。それは今でも？ええ、変わらないわ。正直くたばれと思ってる。ただ奇妙だとは思う。町の中心にあった顔を押さえた像。子供の頃はそれを見て悲しい気持ちになったけど、今ならあそこの哀れな暮らしを知って泣いていたのかもって思う。ひどいところだったわ。レスリー、レスリー、待って！町の中心でライトアップされたあの像を私は見上げていた。町を満たす惨めな命を持って泣いているように見えた。
ステムが作っている私の過去。皆平穏を求めている。帰るべき我が家を求めている。思い焦がれてそこへ導かれていく。君の帰るべきは今や我々のいるところだ。自分のやったことを全く理解していない。彼はメビウスを恐れてなかった。だから関心を示さないのは当然なことなのかもしれない。ステムのプロトタイプは稼働するが、ルベンとの接続が不可欠だ。調べてみて分かったことだが、自分自身の脳波でしか正常に稼働しないように彼は全システムを再設定してしまったのだ。あの装置を任せすぎた。その結果がこれだ。私の知識をもってしても元通りにすることは容易ではない。このことは上の連中も知っている。私一人の責任にされてたまるか。ルベンを引っ張り出してでも元通りにさせてみせる。それにそうでもしなければ連中がルベンに何をするか想像もしたくない。無事でいて、レスリー。あの化け物に襲われる前に何とかしないと。
レスリー、もう大丈夫よ。安全だからここを開けてくれる？安全？もう安全？危ないところだったけど、やっと見つけたわ。怪我はない？強くなってる。逃げられない。大丈夫よレスリー。けどここからどうやって抜け出せば。教会分かった。行きましょう。私から離れないで、守ってあげるから。